思うけど、いけてない自分がいると思うんで、なんか健康言ってたそれ、頭の中では絶対仕事考えてんだなっていう顔をしてるので嘘だなと思います。僕はマイペースです。練習中とか焦ることもなくマイペースにやってます。だから人より多分時間が結構かかってます。次の練習とかに行くのもゆっくり自分のペースで、まあじっくりって言った方がいいですかね。パッパってやるんじゃなくて考えながら何のためにやってんのかとか、そんな感じです。出してますけどね、全然全然出してますけどね、最近は慣れてきたんで、やっぱ慣れてくるまで大変ですよね。新人だけど年が中途半端だからなんか絡みづらいですね。特に下の子は先輩だったら普通に絡めばいいじゃないですか、いつも通り。入ってきて下の子にどう絡むかっていうのが難しいですよね、実際。ただ結婚式控えてて普通に会話する分にはいいんですけど、ああいう人がいるところで、しかも身内、喋ったことないんで家族いる前で普通に会話じゃないじゃないですか。人前でビャーンって話すんで、果たして話せるのか、そこっすよね。だいたい増田か竹熊、高橋はたまにかな。いや、高橋はなんか結構人気なんだやつ、周りの選手、木村とか銀次郎とか結構人気なんですよ。あいつ人気なんで結構いないんですよ。大高橋って時にいないんですよね。あの秩父行ったんですけど、めっちゃ綺麗なんですよ、川、長瀞。秩父は結構連れてってもらいましたね。カブトムシ取りに行ったりとか、川遊びしたりとか、まあ、あと深谷ネギ、まあ草加せんべい、自分ちの実家の近くなんで草加、はい、草加せんべいとか、まあ間違いなく美味しいですね。社会人時代に会社に正月開けたら持ってくんですよ、会社に。みんなバクバク食べるんで、うまいっつって、やっぱ美味しいっすよね。僕もマイペースなんですけど、強烈なマイペースの方がいます。一緒に東京ドームと神宮一緒に行ったんですよ、車乗っけて行って、でまあ待ってるんですよ、自分1時間とか待ってるんですよ、あのロッカーで。めっちゃ遅くてびっくりしました。あ、焦ることもなく、もう普通にすいませんって感じで早くしてくれると思うんですけど、早くする素振りがないというか、試合終わりに一緒にお風呂とか入ったりするんですけど、めっちゃ長いしめっちゃ遅いし、こいついつまで入ってんだっていう。チームの調子も上向きになってきて、自分は今まだファームにいますが、これから頑張って1軍に上がれるよう頑張りますので、応援の方よろしくお願いします。